ドミトリー・イリーチ・ウリアノフは、ロシア出身の医師、医学者。ロシア革命の指導者、ウラジーミル・レーニンこと、ウラジーミル・ウリアノフは、実の兄にあたる。家族からは、リミカの愛称で呼ばれていた。1874年8月16日、物理学者、イリア・ウリアノフの4、男として、シンビルスクに生まれる。長兄・アレクサンドルは、サンクト・ペテルブルク大学の学生で、 反応党派運動に参加していた。アレクサンドルが皇帝暗殺未遂事件への関与により処刑され、時系ウラジーミルも反応党派運動に参加する。後に、モスクワ大学医学部へ進んだドミトリーも運動に加わり、1897年に最初の逮捕を受けている。1900年には、イスクラ通信の編集員に抜擢された。 ウリアノフ兄弟がテロリストの兄弟として内外から注目を集めると、シベリア流刑や亡命を行っていた時系と同じく政府の厳しい監視下に置かれた。ロシアを一旦離れ、ドミトリーはエストニアのタルト大学で医学研究を続けつつ、時系の運動に参加している人間を自らの診療所で治療することで革命活動を継続した。 1905年の第一革命時には、ウラジーミルと共に、ロシア社会民主労働党第2回中央会議のメンバーとして活動した。ウラジーミルの副審として、キエフ党支部で中央委員を務め、各地の党支部長を歴任した。1915年の第一次世界大戦時には、帝国政府に軍医として招集され、野戦病院で負傷兵治療に当たりながら、自邸と、 密かに連絡を取っていた。1916年、アントニア・イバーノワと結婚するが、子供はなく、5歳、アレクサンドラとの間に、娘、オリガを儲けるとの間に、非着室師の男子ビクターを、儲けている。ビクターとオリガの異母兄弟を筆頭として、ドミトリーの子孫は、ウリアノフケ唯一の子孫であり、ウラジーミルをはじめとするドミトリーの兄弟姉妹には、実子がなかったため、彼の子孫は、 時系、ウラジーミルとの血縁関係を現在につないでいる、唯一の系統である。また、父、イリアの子孫としても続いている。そしてついに2月革命と10月革命が勃発して、訂正が倒され、ウラジーミル率いるボリシェビキ派が、主導権を握ると、クリミア半島に派遣され、第2次クリミア地方政府を打倒して、クリミアソビエト社会主義共和国人民、 委員会議議長として国会沿岸部を掌握した。ロシア内戦ではクリミアソビエトが占領されてクリミア白軍が編成、その後も南ロシア政府、南クリミア義勇軍、クリミア自治ソビエト社会主義共和国など同地の支配権は次々と変遷した。1921年、モスクワに帰還すると東高共衛生委員長及び東方勤労者、 共産大学医学教授として政治界隈を退き医療活動に専念した。時系霊人没後のスターリン大統治にも第一線を退いていたことから粛清を免れ、1930年代に生き残っていたウリアノフ家の兄弟姉妹と長い妹とマリアの二人と共に時系霊人の回想録を執筆した。晩年に第16回ソ連共産党大会、 第17回ソ連共産党大会で大会委員を務め、1943年7月16日に滞在先のゴール機霊人スキエで、父、イリアや時系ニ人同様に脳出血により死去した。モスクワのノボデビチ墓地に埋葬されている。レーニンの兄弟姉妹の中で最後まで生き残った人物であるである。ありがとうございます。